はい、こんにちは、トモ藤田です。今回はですね、このフェンダージャパン、見えます？ね、ヘッドがこんな感じね。フェンダージャパンのストラトと、で、このスクワイヤーのストラトですね。これスクワイヤーって書いてありますけども、これはインドネシア製ですね。で、こちらは日本製で、これでちょっと比べたいと思うんですけども、まずはですね、このギターのちょっと説明したいんですけども、一番安いやつですね、これね、カタログの中で多分定価で6万円ぐらい。で、これでまあ普通にいくと、これでね、フルテン、ちょっとこれ9ぐらい、やっぱりね、一番安いのがちょっと気になったんで、これとてもとてもシンプルフェンダージャパン、ちょっとギターが落ちそうですけども。で、これでこちらが前回もね、ほら、ジョン・メイヤーのシグネチャー、シルバースカイと比べたやつですね。これなかなか綺麗な状態で、そんなに弾かれてない中古で買ったんですけども、これ今フルテンで、まだ朝7時半なんでね、これ指鳴らしてないんで。で、これで結構コメントいただいたのは、フェンダージャパン、ごめんなさい、ね、スクワイヤーのよくなりますねというのと、高い音を弾いたら普通音が鳴らないんですがよくなりますねと言われたので、それはどうしてかというと、やっぱりその買った時にまずこのね、この辺りが全部こう緩いんで全部締めてですね、で全く何も変えてないですね。で、ネックのアングルが結構反って、これ今まっすぐややちょっとふいってなってるけども、で、こうピックアップの高さをね調節、結構パワフルなんで、フロントより落としてですね、で、わかるでしょうかね、弦高結構あるでしょ、ちょっと弦高上げ気味、2ミリ半ぐらいは上げてますね、多分ね、そうそう、まあこう3本かけてですね、リズムギター、まあ、ログル結構大きいんですよ。で、これでフロントとミドル、ミドルリアルト、で、これが、スクワイヤーさん、こちらがフェンダージャパンさん。
でこちらの方がアウトプットがちょっと小さい、ね、まあ僕のその想像ではですね、やっぱりそのスクワイアは気があんまりならないと思うんで、ピックアップがちょっとホットで、そこでまあ簡単に言うとごまかしてるというか、なのでちょっとでよく質問があるのは、ピックアップを変えたら良くなりますかって言われるんですけども、正直なところやっぱり気がならないんで、あんまりピックアップを変えてもそのならない音が正直に伝わるだけでいい音にはならないと思うんですよね。でちょっと書きましたけども、例えばヴィンテージのストラトだと今まであったのは、例えばイーストビレッジギターのガンさんが持ってる64年のストラトで、もう絶対にピックアップがヴィンテージだと思い込んでたんですけども、結構新しめの弾管のピックアップ入ってたんですね。なぜかというとその方がなんか使いやすかったみたい で結局結論としては、木が古くて、ね、鉄分も全部古いんで、どんなピックアップ入れてもやっぱりそのギターの良さが出るわけですね。で反対にこの安いギターはもう気が安いんで、だからあんまりならないんで、あのピックアップ変えても無駄やと思うんですね。でこれ自体が大体、まあ、この手のギターアメリカでうまくオークションで買ったら50ドルから100ドルぐらいで買えるんで、だからそれを考えるとピックアップ変えたらなんか意味がないと思うんですね。だからこれはこのままで、何がすごいかっていうと、最近の技術はサイズはぴったりなんで、ちゃんと音程は出ますから、弾き心地はあんま良くないですけどね。こっちの方ちょっと甘いですね。結構丸いですね、こっちのね。でこれはヴィンテージスタイルなんで、こうちょっとラウンドになってるんで、とても弾きやすいですね、これね。でこれでミドルとフロント、でこれでミドルリア、こっちも元気でしょ。元気なんですけども、なんかそのね、音量は出てるけども、軽いですね。やっぱりこっちの方がこう機能とか、こんな感じで2つのギターですね、今日やってみました。皆さんいつもね、友口とミュージック見ていただいてどうもありがとうございました。本当に、これからもまたよろしくお願いします。もっと詳しいレッスンはですね、ギターウィズダムというところで、英語なんですけども、細かくやってますから、皆さんもとっても楽しめると思います。でカテゴライズをですね、かなり綺麗にやりましたから、ファンクレッスン、ブルースレッスン、ジャズレッスン、そして、基礎編とか、カラオケもとても行きやすくなっております。そしてまた、このページをですね、どんどん皆さんお友達に紹介していただくと大変ありがたいです。
でこれでですねビデオをストップしようとしてるんですが、どうやってしたらいいのかなと今思ってるんですが、一応置かなきゃいけないんで、それでは皆さん次回まで、はい。